コガネムシ科の幼虫。手前左側が、東部コガネムシ科は、甲虫目の分類群の一つ。カブトムシ、コガネムシ、カナブン、ハナムグリなどに加え、大黒コガネやマグソコガネなどのクソムシも多く含む。熱帯から寒帯まで、全世界に約3万種、うち日本には約360種が分布する。なお、日本の360種のうち、 三分の一はクソムシで、ある。大きさは2ミリメートルほどのマグソコガネ類から15センチメートルを超えるヘラクレソオオカブトまで多種多様で、外見もカブトムシ類のように角を持つものや、コガネムシ類のように金属光沢を持った鮮やかな体色のものなど変異に富んでいる。成虫の体は他の甲虫類と同様に硬以外比に覆われる。 基本的な体型は前後に細長い長円形で背中側が膨らんだドーム状をしている。触角は短く、先が手のひら状に開く。足はがっしりしていて形節に数本の棘が並び足先にカギ爪がある。特にクソ虫類は足で土や糞をかき分けるため足の形節が幅広く棘も大きく発達している。クソ虫以外のコガネ虫類の成虫は 植物の葉、花、茎、樹液などを食べる。大顎は小さく、手で捕らえても噛みつくことはないが、高カサソオカブトのように気象の荒い種や、豆小金や、サイカブトのように農作物に被害を与える害虫となるものもいる。幼虫は、大顎が発達した硬い頭部、頭部付近にくっついた短い足、短い毛に覆われた白くて柔らかい体を持つ。また、 体側には小さな肝が開く。すべての種類が糞や朽ち木などを含む地中に潜り込んで生活することから日本では事務士などと呼ばれる。これらの幼虫を地面から掘り出すと体を C 字に折り曲げていることが多い。幼虫は自分の周囲の糞や朽ち木、腐食土、植物の根などを食べて育つが、植物の根を食べるものはやはり農業害虫となる。 場合がある。多くの赤に分けられる。また、近縁のセンチコガネ科をセンチコガネ赤として組み込むこともある。ありがとうございます。